今日やってきましたのは神奈川県愛港郡愛川町、相模川の支流中津川を遡って中津川渓谷へとハイキングしてきました。どうやって入るのがいいか順路をお知らせいたしますと、小田急線、相模鉄道線、その他いろいろで東京から2時間、横浜から1時間半ぐらいのところにあります。まずですね、信心深い菊蔵のことですから、田代というところにある万寿山正楽寺にお参りいたします。山門は宇宙と左中左文字という三兄弟が建て名称と言われたそうです。ここは弘法大師が法華経を書き写した霊場と伝えられ、小田原北条氏の家来内藤秀行が400年前の天正年間に建てたものです。4月には花嫁祭りというのがあって、その1年間に結婚した近在のお嫁さんが勢ぞろいいたします。さて河原へ出てみますと、この辺一帯は国定公園の一部、谷が深く水がきれいで、泳いでいる人も魚釣りをする人様々でございます。獲物としてはカワマス、ハヤ、イワナにアユ。昔に比べるとアユは少なくなりましたが、シーズンには1日1人15匹ぐらいは釣れるとか。生きのいい釣った獲物は河原ですぐバーベキューにしてくれるお店もあります。まあそうですね、なんか香りが匂ってくるようですね。こうやって塩をつけまして、鮎の形が崩れないように刺して焼きます。うまそう。美味しいわ、とっても。狭い日本は郊外でいっぱいとは言いますが、探せばまだまだいいところがたくさんあります。これ以上悪くしないようにみんなで気をつけたいもんです。